皆さん、今日も日本語の勉強頑張りましょう。0-8、陽音。今回は陽音の勉強をしましょう。それではまず、陽音について勉強していきます。陽音は、イを除いたイ段。つまり、き、し、ち、に、ひ、み、り、と、や、ゆ、よの音を組み合わせた発音です。例えば、きとやを組み合わせると、きゃ、しとゆを組み合わせると、シュという発音ができますが、このような発音のことを陽音と言います。ご覧のように陽音にした場合、後ろにつくや、ゆ、よは、や、ゆ、よと小さな文字で書きます。これはカタカナにおいても同じです。ちと、よを組み合わせると、ちょとなります。よが小さくなっていますね。それでは早速練習してみましょう。お手本に続いて発音してみてください。きとやゆよきゃきゅきょしとやゆよしゃしゅしょちとやゆよちゃちゅちょにとやゆよにゃにゅにょひとやゆよひゃひゅひょみとやゆよみゃみゅみょりとやゆよりゃりゅりょぎとやゆよぎゃぎゅぎょじとやゆよじゃじゅじょじとやゆよじゃじゅじょ
び、と、や、ゆ、よ、びゃ、びゅ、びょ。ぴ、と、や、ゆ、よ、びゃ、びゅ、びょ。発音だけでなく、各文字の発音を聞いて書けるようになることも大事です。再度お手本を聞きながら書いてみてください。や、ゆ、よを小さく書くことをお忘れなく。先ほど練習しましたが、よ音は、き、と、小さい、や、と、二文字で表記しますが、すべて一拍で、きゃ、と発音します。これを間違えて、きゃ、と読むものを、き、や、と発音してしまうと、意味が変わってくる場合があります。例えば、理由は、理由、という意味ですが、りゅうはりゅうという意味になります。正しい意味を伝えるためには、よ音をしっかり発音することがとても大事であることがわかると思います。それではどう変わるのかを見るために、実際に日本語の単語を使って練習してみましょう。私に続いて発音してみてください。規約、客、杞憂、求、石屋、医者、自由、住、飛躍、百、美容院、病院、理由、理由。それでは次のパートに進んでください。佐藤さんはギターを上手に弾きます。佐藤さんはギターを上手に弾きます。並べて並べてください。慣れているのをゆっくり
夢にはどこにありますかという文献を思い浮かべることができれば正解できます。外は雨でしたが、私は傘がありませんでしたとありますから、4を選びます。晩御飯の後はテレビを見たり買い物をしたりしてください。学生は初めに何をしよう。5番。皆さん、この講座でしっかり勉強して絶対に合格しましょう。